女王フィトリアに連れられてフィロリアルの里へとやってきたナオフミたち。だがフィトリアは突如としてメルティを人質に取り、フィーロに勝負を挑んでくる。対するフィーロはナオフミを守るために全力で立ち向かう。ヒーローがもっともっと強くなるから。次回、紡がれる約束。これ以上ライバルが増えるの困ります。